かりハマりました。はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日はこちら、今日もセリアにシェラカップの蓋を買いに行ったんですが、あいにく売り切れでした。今日買ったのはこちらのカセットコンロシートと9リッターのスタッフバッグ、これのアニマル柄ですね。それからシェラカップ用のおろし器を買いました。それからこの炭バサミを買ってきました。こちらは野外で使用することになるので、またちょっと外に行った時に使ってみようかなと思います。こちらのカセットコンロシートはカセットコンロの下などに敷いて輻射熱でテーブルを傷めないようにするためのシートです。でサイズが 35×40cm ですね。ちょっと開けてみます。サイズ感としてはこんな感じで、外フィールドホッパーの2倍ぐらいの面積があります。次にスタッフバッグアニマル柄、これを開けてみたいと思います。こちらはサイズが 40×17cm で、材質はポリエステル、ナイロン、ポリプロピレンで、この間のダイソーの防水レジャーバッグとは違って、こういうナイロンの生地のものになります。この間買ったダイソーの3リッターのドライバッグよりも二回りぐらい大きなサイズです。よくエコバッグなんかで使われているような質感です。でこちらから物を入れて、ドライバッグと違って生地が薄い分めちゃくちゃコンパクトになるので、これを1個持っていけば出先で買い物をした時でもさっと取り出して買ったものを入れて、サドルレールに引っ掛けてあげればサドルバッグみたいに使えるんじゃないかなと思って買いました。普段使いのエコバッグとしても使えそうです。でもちろん防水じゃないので、こんな感じで密閉はされてないです。はい、外にやってきました。こんな感じでサドルの下にしまっておくことができます。でこれを使うときはこんな感じで荷物を入れて、ちょっとここが長いのでサドルレールに何重かに巻きつけてつけます。こんな感じで長いのでこういう感じにつけてあげれば、実際にはこんな感じになります。この間のダイソーのドライバッグよりも大きいので取り付けをちょっと工夫する必要はあるんですが、ちゃんと使えそうです。入れる荷物によってはかかとに当たってしまったりするかもしれません。そうなった場合はキャリアにくくりつけてしまうのもいいと思います。ちょっと今日はゴムバンド持ってないんですが、キャリアにくくりつけて運んでもいいと思います。続いてシェラカップ用おろし器です。でこちらは直径が 12.3cm ということで、あれに使えるんじゃないかなと思って買いました。早速開けてみます。裏面がおろし器になっていて、こっちは水切る用の面になっています。はい、でこちらが先日購入したキャンドゥのシェラカップです。このシェラカップの直径が 12cm なので、ぴったりはまりました。結構がっちりはまってるので、このままおろし器としてちゃんと使えそうです。逆に入れてあげればなんかちょっとした水切りにも使えそうです。で結構がっちりはまってるので逆さにしても落ちません。いや、なんか違う店のもの同士がぴったりはまるって気持ちいいですよね。こういうの他にもあると思うので、いろいろ探していきたいと思います。今日は短いですが、これで終わりにします。バイバイ、また見てねー。